見えないって言って。今日はね、原宿に来ております。いやー、混んでるね、原宿竹下通り。今日はそんなんでもないかなって思ったんだけど、前あそこチーズドッグ売ってた店だけど、もう変わってんな。早っ。これだね、今日の目的はこれを買いに来ました。どうぞ。それタピオカ吸える？吸えた？タピオカ。というわけで、今日はね、日曜日ということで原宿をね、ウロウロしました。なんか久々に来たけど、なんか今日のなんか成果はありますか？いちご飴、いちご飴よかった。確かにあれは美味しかったね。というわけで、今日はこの辺にしたいと思います。